ジョゼフ・アントワーヌ・フェルディナン・プラトーは、ベルギーの物理学者である。ブルッセルで生まれ、リエージュ大学で学び、1829年に、物理学と数理科学の博士として卒業した。1835年、ヘント大学の実験物理学の教授として任命された。1836年、プラトーは、初期のストロボスコープの装置であるフェナキストスコープを発明した。 フェナキストスコープは2枚のディスクから構成されている。観察者が見ることができるように1つのディスクは放射線上で遠距離で小さな窓を、もう1つのディスクは一連の画像を含んでいる。2つのディスクが正しい速度で回転をしたとき、窓と画像の同期によってアニメ効果を作り出す。ストロボスコープの写真投影は動作の幻影を作り出し、後に映画の発展につながった。 その功績からベルギーのゲント国際映画祭で1985年から俳優などに贈られるジョゼフ・プラトー賞に名前が付けられている。プラトーは毛細管現象と表面温度を研究した。境界と極小局面に関する数学的な問題は彼の名前をとってプラトーの問題と名付けられた。彼は広範囲に及ぶ石鹸膜の基礎研究を行い、 泡の中で石鹸膜が形成する構造を説明するプラトーの法則を公式化した。網膜残像に夢中になって太陽を25秒間直接凝視する実験を行った。その結果彼は後に失明した。彼はゲントで亡くなった。ありがとうございます。